はい、キングオブザレールウェイ車両レビュー編ということで、はい、ロージ、はい、こちらになります。はい、こんな感じでね。はい、まあこれをね、今回思うんですけど、他の車両はね、こうアニバーサリー仕様だとかっていうことで非常にね、デザイン的にステッカーなんて綺麗なんですけどね、わかりますかね、ここら辺りですよね、非常に綺麗なんですけど、そしてこの王冠のマークのステッカーということなんですが、ロージーに関してはですね、いつものロージーだと、ちょっとこれ残念ですよね。はい、顔は非常にね、可愛いロージーです。ここね、もう少しね、今回のね、他の車両に合わせて、作ってほしかったかなという感じですね。まあ、走行の方はね、非常にまあこの形なんで、まあ、安定した、走行はしますので、まあ、走行の状態はね、また後で見ましょう。はい、ちょっとね、この王冠のマークでもね、ということで、まあ、別のね、車両のね、まあ、他にセットがあるんでね、その王冠のマークかなんかね、こう、ここにまた貼ってみようかなと思うんです。考えてるんですけども、ちょっとこのままだとね、寂しくて、ね、もう少し賑やかな感じにできてたらよかったかなと。はい、この後ね、ロージーにも走ってもらいます。